はいこんにちはパーカッションの,高見ですこの動画では楽器なし、楽器を使わずにできるパーカッションの上達方法、特にですね初心者の方にはぜひやっていただきたい練習方法を紹介していきます。その練習方法何かというと、ズばり手を叩くという練習です。え、それだけと思うかもしれないですけども、はいこれだけです。ただね、この手を叩くという行為もむちゃくちゃ奥が深いので、ぜひ、ね、最後までご覧ください。はい、突然ですが、テストをしたいと思います。 えー、動画の前のあなたね自分の手をこうパッパッパと叩いていただいて一体この手を叩いて鳴らした音何種類の音が出せるかっていうのをですね確認してみてほしいんですね例えばこういう低い音だったり高い音弱い音強い音みたいな感じで この音にもまな種類がありいろいろこう叩いて鳴らしてみて一体自分は自分の手から何種類の音が出せるのか鳴らせるのかっていうのを確認してみてくださいはいここで動画止めて構いませんので今止めてですねはい確認してみてくださいはいどうぞはいいかがでしょうかやってみましたでしょうかこれ素直にねちゃんと動画止めてえー、っとってやった方 やった方は上達しやすい方です。おめでとうございます。その調子で、えー、やっていきましょう。これなんかこう吸収するとかですね、上達するにあたって、この素直さっていうのがめちゃくちゃ大事でございますということで。はい、これ何種類ですね、音出ましたでしょうか。一応僕も叩いてみますと。 はい、こんな感じです。でこう手を叩いて鳴らした音の音の高さ低かったり高かったりこの音程が変わったり弱かったり強かったりこの強弱が変わったりしていったの分かか。りますでしょうかでこれが一体何なのかというとこれはですねこの手で鳴らせる音の数音の種類がすなわちです、ね、この楽器で鳴らせるパーカッションで鳴らせる音の数になります。 つまり手を叩いて、この1種類。この1種類しか出せないのであれば、楽器では1種類しか出せないと。3種類。出せるのであれば、楽器で叩いて3種類出せますと。5種類なら5種類、7種類なら7種類っていう感じでですね、えー。あなたがこの手で鳴らせる数が、すなわちあなたのパーカッションでの表現力になります。これめちゃくちゃ分かりやすいと思うんですよね。なので、パーカッション上手くなりたいなと思うのであれば、 まあうまいの定義っていうのもいろいろあるんですけれどもこと表現力を高めたい鍛えたいのであればまずは自分が持っているですねこの手を叩いていろんな音が叩けるようにいろんな音を引き出せるようにすれば必然的にこのパーカッションの表現力も上がりますとでもうちょっと踏み込んだ話をするとこうみたいなこの微妙な音の違い 今ちなみに交互に叩いたんですけれども、この微妙な音の際を聞き分けられる耳っていうのも音楽ではめちゃくちゃ重要になってきます。なんでですね、これ、同時にこの音を聞き分ける耳のトレーニングにもなるんですね。なんで、まあ、ここまで見て、あるいはこう自分で、ふーんってこう、手叩いてみて、いや、全然違い分かんないわ、と。もう全部パンにしか聞こえないっていう方でもね、ご安心ください。これね、 これやればやるだけこれ耳って鍛えられるんですね。なんでこう一発一発集中して耳を澄まして聞くとあ今こういう音がしてるなあ,あどうやらこの音とこの音は違うなみたいな感じで。 徐々,に徐々にこれ耳の経験値を積むことができるんですね。なんで諦めずにですね続けていただければ必ず聞き分けられるようになります。なんでもうこれ今日からですねふと思い出した時に手を叩くっていうのをぜひやってみてください。ただね、まあ、知らない人がいきなりこう隣で手を叩き出したらびっくりしちゃうんでたた、まあ、ける環境で叩いていただきたいんだけれどもこう叩いていく中でねあこういう手の形をした時は こういう音が鳴るんだみたいなのですね、一つ一つ発見していくんですね。はあみたいな。へえみたいな。で、今度これを狙って出せるようにしていく。例えば低い音を出したい。高い音を出したい。みたいな感じでこう、狙って出せるようにすると、もうこれだけでめちゃくちゃパーカッション上達します。はい。マジかよと。マジです。はい。ぜひやってみてください。はい。あとはもう各自好きにですね、 叩いていただければいいんですけれども動画の後半では特にですねこういったハンドパーカッションでよく使う使用頻度が高いこの手の叩き方っていうのを3種類紹介しますので余裕がある方はですねぜひこの3種類覚えていってください、はい、では3種類低音中音高音と呼びます低音中音高音の3種類です ので、普段ですね、楽器で音が出せないとか、まあ、これからですね、パーカッションを始めようと思っている方はですね、まずこう手を叩いて、この3種類が叩き分けられるように練習してみましょう。で、こう、いろいろ叩いてるとですね、だんだんこの手の特徴、手と出る音の関係っていうのが分かってくると思うんですよ。で、どうやらですね、この先の方、 指先の方に行くと高い音がなってるっぽいなと。で逆にこう深く入れていって根元の方つまりまあこの手首付近の手のひらあたりになるとちょっと低い音がするらしいと。はい今

アナログに変化させたので、もうちょっとですね、くっきり、はっきり、低い、真ん中、高いみたいにですね、デジタルに変化させてみましょう。で、右利きの方、まず右手メインで叩く場合にはですね、反対の左は、まあ、一旦こう固定します。はい。で、この上に右手を振って落とすと。はい、まずは低い音、低音の叩き方です。これはですね、手のひらで叩きます。 だいたいこのあたり指の付け根から手首までの間まあ一番この手の分厚いところというかこのあたりで叩きますはいこんな感じですでこう叩きながらですねこの自分の手の張り具合指の張り具合をだんだんこう た状態こう指をピーンと張った状態にしたり逆にこう緩めるこう力を抜くとこうぐにゃンとこういう形になると思うんですけどもこう緩んだ状態からこう張った状態にしてみたり張った状態から緩めてみたりっていうのをぜひやってみてください。ちょっとやってみますけれども。 はい、微妙にですねこの音が変わっていったのわかりますかね極端にやるとこの音とこの音はちょっと違いますよねはい手のひらで叩くと低い音、低音が出せるんだけどさらに言うとこの指の張り具合、伸ばし具合によっても音は変わると。 えー、いった形になりますでまあどれぐらいのこの張り具合がいいのって思うかもしれないんですけれども、まあ、楽器を演奏するパーカッションを演奏するという観点で言えばですねまずはこう適度にこう緩めすぎず張りすぎず真ん中ぐらいこうゆらーっと振ったらですね軽くしなるぐらいの柔らかさをデフォルトにすると、まあ、将来ですね 楽器演奏に役立ちますなのでまあ極端にこうぐにゃーっとゆるーくやったりこうピーンと張ってですねえいえいってこう力強くやる必要ないのでゆるーくゆるーくした状態でまあ軽くこう整えるくらいでこう振ったらこう内輪のようにですねしなるくらいの柔らかさにして。 叩きますとで叩いたときにですねこう手をピタッとくっつける場合と、ことすぐこうパッと打ち放つ場合の2パターンがあるんですけれどもまずはですねこう一発ぱ発をこうピタッとくっつけたままでやってみましょうで慣れてきたらねこの打ち放つバージョンっていうのもやってみるといいかなと思いますでまずはこう一発一発くっつけてあどこが今当たったんだろうっていうのをですね確認する。 あとこの手の形だったり柔らかさシルエットっていうのをですね見てあこの時はこういう音がするっていうのをですね確認してみてくださいはいでは次は真ん中中音の叩き方いきます中音はですね指の真ん中あたりで叩きます具体的にはこの指の付け根からこの第一関節ぐらいまでの間のこのゾーンですこう指はですね軽く閉じてここがひとまとまり ににになるようにしててここのの部分を反対の手に当てます、はい、これが中音ですねでさっきと同様にこの部分を当てるようにしながらこう緩めたり貼ったり緩めたり貼ったりっていうのをいろいろ繰り返してどういう違いがあるかっていうのを確認してみてください。 でちなみにこう手を叩くときにこの手首を曲げ伸ばしするかっていう話なんだけれども基本的にはねこれしません超例外的にこうすごい早く細かくやりたいときなんかは手首を使うことがあるんですけれども基本的にはですね特にこう手首を曲げようとか意識はしない状態楽な状態にしてこの腕から振って自然にこの先の方はしなる後からついてくる くらいが理想的ですで、これでこう上から振って叩くとはいでは最後高音いきますこれだけちょっと特殊です高音はですねどこで叩くかというとこの指先特に第一関節のだいたい指紋の中心あたり各指の指紋のこの中心あたりとさらにですねこの根元ここも 一緒に当てますつまりこういうこの付近でこのさっき中音で当てたあたりはですね浮かせて中を空洞にして当てないつまりこう軽くこうこ,こにですね隙間を作るようにこんな感じで当てますでこの付け根へと指の先 手を当てるとはい、これが高音になりますこの際ですね指を軽く開くと良いでしょう指を閉じるとこれ低い音になりますので指は軽く高音の場合のみ開きますでこの指先各指の指先と指の付け根 はい、これが高音になりますまとめると低音はこの手のひら中音はだいたいこの指の真ん中高音は指の先端各指のだいたい指紋の中心とこの指の付け根順番にいくと低音中音高音。 はい、例えばこれが下本になると低音中音高音という感じなんですね低音中音高音はいこれ手叩いていた低音中音高音とこの手の使ってるところはですね全く同じなんですねはいこれがジャンベになると低音中音高音となるわけですね低音中音 はいというわけで今回は楽器なしでできるパーカッションの練習法上達方法でした是非っていうのやってみてくださいで自分の手でですねいろんな音が出せるようになるとだんだんですね今度いろんなものを叩きたくなってくるもうとりあえずその辺のものを叩きたくなってくると思いますのでいろいろ叩いてですねどんな音の違いがあるのかっていうのを確認してみてください はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッション情報を毎日発信、毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップをやっておりますので、引き続きチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイイ